大阪自由大学では今年の1月26日ですね、滋賀県に本部があります社会福祉法人物資園のブータン事務所長で、障害者の就職支援活動をしていらっしゃる中島たむきさんにですね、現地からブータンのコロナ事情をですね紹介してもらいました。あれから今日はですね8月の17日です。あれからですねちょうど半年ちょっとがですね過ぎました。この間日本ではですね第5波のですね感染拡大が起きて、大阪や東京ではですね非常事態宣言が出されています。一方ですね GNH ですか、国民総福幸福量をですね掲げて世界一幸福な国を目指すとされておりますヒマラヤの王国ブータンはですね現在どうなっているのかと、再びですねブータン在住10年を超すですね中島さんとですねそれからブータン在住20年になられます、ね、今現在学校のですね校長先生してらっしゃるという片山理恵さんにもですね、ご出席いただきまして、現在のですねブータンのコロナ事情をですね報告してもらいます。中島さん、片山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずですね現在のですねブータンの感染状況についてちょっと教えてください。はい、ありがとうございます。現状から、共有させていただきます。昨日現在、厚生省から発表されてました人数なんですけども、これまでブータン国内で感染された方々は約2577名です。そして、昨日現在感染している方は42名で、これまでに3名の方がコロナウイルスの関係で亡くなられています。この前はですね、ロックダウン中でしたけども、はい、その後、ロックダウンはどうなったんでしょうか。はい、まあ、2月の時点で、ロックダウンが発令されていたんですけども、2月ですよね。はい、で、再度ロックダウンが、発令されたんですけども、そのロックダウンも約1ヶ月後には解除されまして、で3月の27日に初めて のワクチン接種が開始されました。なるほど。じゃあロックダウンはですねその後はもう行われてないんですか。首都のティンプーではその後1度2度ほど72時間程度のロックダウンはあったんですけども、南部ブータンでプンツォリン市とあとサムチ県というところがあるんですけども、そちらの方は4月の16日から現在に至るまでロックダウンが続いておりまして、まあ、プンツォリン市とサムチ県では1週間ほど前に解除されたんですけども、プンツォリン市では解除された3日後に11名の新規感染者が確認されたので、また1日のロックダウンを経て今ロックダウン解除が段階的に実施されているところです。なるほど。感染状況はですね、まあ、日本の場合は今9大拡散拡大してるんですけど、非常に拡大してるんですけども、ブータンの場合には感染状況は減少方向なんですか、それとも現状維持なんですか。どちらかというと減少傾向になると思います。で、まあ、時々日にまあ、2、3名の方が感染されたということを報告されるんですけども、それ以外では特に天風とか北部の方ですね、北部ブータンの方ではほとんど感染者が確認されておりませんので、最近ここ6ヶ月ほどの感染者はだいたい南部ブータンが中心になっております。そうすると2月1月にですね橋本さんから報告を受けた時に比べて、今は感染はまあ緩和されているというか減少傾向に来て落ち着きつつあるというふうに見てよろしいんですか。はい、いいと思います。はい、なるほど。
ああ、わかりました。それじゃあ、ブータンの人のですね、現在の生活はいかがですか？前回はロックダウン中でですね、なかなか買い物等が制限されているって話でしたけども、現在は、ブータンの方の市民の暮らしぶりはいかがでしょうか？首都のティンプーはほぼ、普通の生活に戻っているような感じです。しかしながら、マスクをつけたり、手を洗ったり、あと、追跡ができるアプリケーションをスキャンしたりするということは義務付けられておりますので、その辺は皆さんされていると思います。でも中島さん、それから片山さん含めて今生活は割と自由っていうか制限はないような暮らしをされているんですか？そうですね、ほぼ制限はないと思います。一応いろんなところにこう制限はあったんですけども、ティンプーでは感染者が確認されてないことが長いこと続いておりますので、その制限もだいぶ緩和されております。なるほど。片山さん、ちょっと自己紹介を含めてですね、はい、現在の生活ぶりを教えてください。はい、普段の暮らしはですね、マスク、外に出るときにはマスクをつけなきゃいけないんですけれども、それ以外でしたら別に規制があるというわけではないんですね。ただ私どもは学校の方ですので、やはり子どもの感染に関しては一応厳しい規則があります。でそれは教育省の方から出てることなんですけれども、手洗いをするとか、毎朝子どもたちが来たら検温をするとか、それからあと消毒みたいなものをですね常備用意しておくとか、あと大きな集まりですね、人数の集まりはまだ許されておりませんので、ブータの学校では毎朝朝礼があるんですけれども、その朝礼が許されず、今は各自のクラスで朝の朝礼をするという形になっております。なるほど。学校は閉鎖はしてないんですか？そうですね、去年は学校は小学部、中学部ぐらいまではですね、1年間オンラインのクラスに切り替わっちゃったんですね。それはもう私たちの学校だけではなくって、ブータン全国がオンラインという形になったんですけれども、今年はありがたいことに市中感染が起こっていない学校では対面授業ができております。ただ先ほど中島さんがおっしゃったように、南部の方はですね、インドとの国境の方の学校はブータンは一応2学期制で2月から始まって6月の終わりまでが1学期なんですけれども、やはり市中感染が起こりましたので、南部の国境の学校ではオンラインをそのまま続けているところが多くて、で最近ですね、やはりこのままでは授業がままならないということでですね、高校部はですね、もう学校ごと安全な場所に移されました。はなるほど。ちょっとこちらで聞いてですね、ブータンでオンラインの授業をしていらっしゃると聞いてですね、おやという感じしたんですけども、タブレットとかそういったことは各家庭に配置されているんですか？そうですね、オンラインという私たちはオンラインって言ってるんですけども、いわゆるですね、Google、スライドを少し、はい、見ました、はい、ですね、Google クラスルームってご存知でしょうか？いや、わかりません。ですね、こういったシステムがですね、ブータンには導入されまして、というのも Google クラスルームはもう何年も例えば他国では使われているんですけれども、ブータンでは去年のそういった対面授業ができない時に初めて紹介されました。でこちら Google クラスルームというのはですね、例えばこれは一つの例なんですけれども、生徒さんが各自こういった、じゃあクラス4年生でしたら数学とか、それから3年生の科学とか、こういうふうな形で一人一人の先生がクラスを作ってくださるんですね。で、次をいいですか？じゃあ、はい、これが例えば小学校4年生の算数なんですけれども、こういった形で先生が宿題を出されてました。
で、まあ、そこにビデオを入れたりとか写真をふんだんに使ってなるべくその子どもたちに分かりやすいような授業をしておりました。でもちろんお話をいただいた通りそんなに家にですねパソコンなりコンピューターなりがある家のご家庭ばっかりじゃないんですね。で多く の, 生徒さんはこれを例えば携帯ですね、ブータンでは携帯の普及率が高いので親御さんの電話を借りて宿題をやるっていうところもありましたし、それからそのじゃあ例えばその電話さえもないところでは、例えば次ですね、ブータンの国営テレビで授業がされました。でそのこの授業を見ながらですね、例えば宿題をするとかというような授業も展開されましたし、それからもう一つよろしいですか。じゃあこれは例えば教育省が配布した自主学習の教材がございまして、でその教材でですね、先生が例えば各田舎の方でではですね、各家庭を回って教えてあげるっていうようなこともしました。なるほど。これは片山さんの学校だけではなくてブータン全体の学校の話と受け止めてよろしいですか。そうです、そうです。私どもの学校は、まあ、Google クラスルームというのをやったんですけれども、もしもそういうようなね、コンピューターがないとか携帯がないというようなお子さん方にはブータンの教育省がいろいろとこういったような、まあ、こちらですとプリントしたものなんですけど、それを配布して勉強に役立てるように手助けを されました。なるほど。じゃあこういうのがその1年間続いて、もう今年の春からは対面授業、普通の学校に戻ったというふうに理解してよろしいですか。そうなんですけれども、去年の2学期からは高校部の方では授業は再開されました。じゃあこれをよろしいですか。例えば7月1日からですね、受験生であるクラス10と12っていうのがあるんですけど、クラス10と12ですね、中学校高校のそれぞれの最終学年になるんですけれども、こういったような形で私どもの学校は授業は再開しました。なるほど。入ったところに手洗いがあったりとか検温をしたりとかっていうように、手洗い、マスク、それからあとフィジカルディスタンスですねが義務付けられまして、で授業中もマスクをして授業を受け、先生もマスクをして教えるというような形が取られました。はい、わかりました。どうもありがとうございました。はい、ちょっと今度日常の暮らしから離れてですね、まあ、これも一つの大きなポイントになるんですけども、日本でもそうなんですけど、ワクチン接種がですね、もう世界共通のいろんな課題になってますけども、ブータンのですね、ワクチンの接種状況についてですね、中島さんちょっと紹介してもらえませんか。はい。先ほどお伝えしたように3月27日に1週間の、工程で初回のワクチン接種が開始されました。で全国一斉に開始されたんですけども、結果的には、成人、まあ、18歳以上の方々の87% が接種完了しております。でその数は、全人口の約 63% に当たります。でその時は全員がアストラゼネカ製を接種しました。で、7月の20日にまた1週間の2回目の接種が開始されたんですけども、その時にはまあ、アストラゼネカ製だけではなくてコバックス製の、何でしたっけ、モデルナ製の、接種か、あと中国から提供されましたシノファームというのがあったんですけども、その混合接種が推奨されていました。で、ほぼ9割以上の方々がアメリカ製のモデルナ製の混合接種をしております。で、2回目の接種の時には18歳以上の国民の 95% の方々が2回目の接種を、完了しまして、それによると、まあ、全国民の 65% が接種したことになります。なるほど。はい、すみません。その後、
政府はその1週間の成人に対するワクチン接種を完了した後に12歳から17歳の学生を対象にしたワクチン接種も開始しまして、学生の方々は大体モデルナ製をワクチンを1回目のワクチン接種を開始しました。あの1回目はですね3月から始まってその後7月20日にですね今度2回目の接種が始まったということで結構時間が空いてるんですけども、しかも混合接種になったようですけども、これはどういう事情だったんでしょうか。あのブータン政府も1回目の、接種の後に約17カ国と協議を重ねておりまして、あのワクチンの確保を目指していたんですけども、何せあの1回目のワクチンの提供をしていただいてたインド政府の、 あの状況、まあ、インド国内の状況が悪化しておりましたので、インド政府にお願いできないということを判断しまして、あの他国からの提供をお願いしていたんですけども、それに時間がかかりまして、結局は7月の13日にアメリカからだいたい50万本分のワクチン提供がありまして、その後にもデンマークとか、クロアチア、ブルガリア、まあ、中国などからもあの随時ワクチンの、提供がありましたので、まあ、1回目は私たちが接種したのはアストラゼネカ製だったんですけども、アストラゼネカ製の数が、まあ、足りなかったというか、まあ、その間の研究結果では混合接種の方が効き目が高いということが発表されましたので、それをブータン政府が推奨しまして、2回目の接種の時は混合接種が推奨されていました。なるほど。つまりあのインドの感染が拡大したもんで、インドからのアストラゼネカ製の供給が無理になったと。で、7月になってアメリカ製などの、まあ、モデルナとかですね、アメリカから含めてそこからの供給で2回目を始めたというふうに理解してよろしいですか。そうです、はい、インドの国内状況でインド国内でもワクチンの数が足りなくなっていた状況なので、そのような状況の中、ブータン政府からインド政府に対してワクチン提供ということは、まあ、控えるべきだという話になりまして、はい、そうなっております。なるほど。じゃあ中島さんは接種はどうされました。私も混合接種をしました、はい、1回目は3月に終わりになったんですか。そうです、はい。2回目は7月ですね、はい。あ、そうですか。片山さんはどう、接種状況いかがですか。あ、そう、私どもの実はですね、学校はですね、接種センターになりましたので、接種会場になりましたので、1回目も2回目も自分の学校で打ちました。あ、そうですか。聞きますと2回目ですか、ブータンでは一斉接種ですか。日本では最初高齢者からですね接種を始めて、今一般接種に移ってますけども、ブータンでは最初から全てのことを17、18歳の人全てを対象に接種を始められたと聞いているんですけども、その辺の事情はどういう背景だったんでしょうかね、中島さん。まあ、国が小さいということもありますし、まあ、海外から、1回目はインドからなんですけど、2回目はその海外からいただいたワクチンを、まあ、空港に着いた後にヘリコプターなどを使って全国に配布しまして、でその全国一斉ワクチン接種ができるような状況をブータン政府も前々から整えておりましたので、それを実施したということになります。なるほど。しながら2回目の時は南部ブータンはまだロックダウン中でしたので、その時に南部ブータンも一緒に接種できるかという、まあ、ディベートがあったんですけども、結局は政府は全国一斉に始めました。なるほど。もう2回目の接種がですね、まあ、18歳以上の人に限れば9割近くがですね、接種完了しているというその話でしたけども、我々が見るとですね、ブータンっていうのは、まあ、ヒマラヤのふもとでですね、山岳地帯もあると、そういうところにですね、接種をどんどん進めていくっていうのは、どんなふうにして、進められたのかなっていう、ちょっと
分からない点があるんですけども、そういう非常に、人口の少ないところ、また山岳地帯というところに、どうやって接種をこう短時間で進めていったんでしょうかね。まあ、医療関係者もおられますけども、以前のお話もさせていただいてたんですけども、デスというまあ、オレンジのユニフォームを着た方々がおられるんですけども、その方々が、まあ、場所によっては3日とか4日とか、そういう器具を担いで山の中を歩いていって、村々に配布するということもしておりました。また、遊牧民の方も北部ブータンには結構おられますので、その方々は接種会場に1日かけてとか、2日かけてとか、歩いてこられた方とかもおられるようでした。なるほど。ただ、ブータンの場合も、お医者さんがそれほどたくさんいらっしゃるわけではないですよね。だから、打ち手っていうか、接種する方ですね、どういうふうに確保されたのかなと思うんですけど、その辺いかがですか。はい、医療関係者の方々はじめ、あとディスップの方々も何名かそういう。ディスップというのは、これはどういう立場の人たちですか。どういう立場の人たち。トレーニングを受けてボランティアの人たち。まあ、救助、救難救助隊みたいな感じの方々なんですけども、まあ、それだけではなくて、まあ、1ヶ月とか2ヶ月のトレーニングを受けた方々で、国家公務員であったりとか、まあ、一般市民であったりとか、いろんな方が自分で応募できるんですけども、今回コロナの影響で、まあ、国が大変だということで、いろんな方が自主的に参加しまして、かなりの数がおられるんですけども、今でも夜間とか天風市内の見回りをしたりとか、あとそういうワクチン接種の会場の人混みをこう分けたりとか、あと南部ブータンでは国境地帯に違法で越境してくるインド人とかがおられますので、その方がそういう人たちを監視する役目とかも担っております。なるほど。先ほどの話ですと、片山さんのところの学校もですね、接種会場になったということですけども、どんなふうな形で集団接種がなされたんでしょうか。そうですね、もっと2回目がちょっとお写真を見させて、はい、これじゃなくてもう一つ方が分かりやすいと思うので、うん、すいません、少々お待ちください。これでまた切らなきゃいけない。大丈夫です。見えますか。はい、見えます。はい、これはですね、12歳から17歳の、接種会場になった時なんですけど、こういった形で、医療関係者の方が持ってきてくださって、で入り口の方にオレンジのユニフォームの方が見えますでしょうか。その方々がデスップの方々です。でいいですか。じゃあ次の写真、こういった形で、まあ、やったんです。次をで、打った子どもたちが、まあ、教室に待機をするというような、いいですか。でそこにもデスップの方がいろいろいて助けてくださってます。はい、こういうような感じで、こういった感じで接種をしました。はい。これは接種してるときは、会場になっているときには、学校は通常通り授業をしながらこういう接種会場になっているわけですか。それとも、こういう場合はやっぱり学校は休校になっているんですか。ですね、一番最初のですね、18歳以上の方々の接種会場になったときには、1週間学校を閉めました。1週間で、まあ全部ね、全国的に打つっていうことでしたので、学校は閉めてオンラインに1週間だけ切り替わってやりました。で2回目の場合はですね、ちょうど夏休みでしたので、学校を閉めることなく学校を使っていただいて接種を完了いたしました。なるほど、わかりました。また話別ですけど、先ほどの話も出ましたけども、中島さんの話に出ましたけども、ブータンはインドとのですね、国境を接しているということなんですけども、まあ、インドではですね、デルタ株でですね、強力な、まあ、新たな、出てですね、
インドからの人の流れということがですね、神経質になっているんではないかと思うんですけども、その辺はどんな状況でしょうか、今。インドとの交流、流れというのは。初めてロックダウンがされて以来、インドとの国境はずっと閉ざされていますので、インドからの大量 の、 その労働者が入ってくるということはほぼなかったんですけども、4月15日にもうインドからの労働者の入国も禁止しました。で、その後、5月か6月頃に労働省がやはりインド人労働者がいないとこう国内 の、 建設現場が回らないということで一応入国は許可はしたんですけどもブータンではまだ国外から国内に入国する際に21日間の隔離施設滞在が義務付けられておりますのでその滞在費であったりとか食費であったりとかそういうものは全てその、雇用人が支払うということを条件に入国が許可されています。なので、そうなった中でもインド人労働者の数が入国したというのはあまり聞かないんです。なるほど。ブータンという国はですね、消費財とか資本財というものはですね、インドへの依存が非常に強いというふうに聞いてますけども、ただ、ブータンのですね、主要な産業というのは観光業ですよね。そうすると、外からですね、いろんな人に入ってもらわないと、なかなか国の経済がですね、うまくいかないんではないかというふうな気もします。一方で、人がどんどん入ってくるとですね、また感染の心配も起きてくるということなんですけども、そういうジレンマがあるような気がしますけど、その辺は中島さん、今現在どんなふうにお感じでしょうか。はい、実は先週、約1年半ぶりに観光客の方が1名入国されました。で、その方もやはり21日間の隔離施設滞在が義務付けられているんですけども、それを経てコロナのテストをした後にその方が陰性だったら、国内旅行をしてもよいということになっております。で、先ほどお伝えしたデスプという退院というか、あるんですけども、観光業に従事していた方々、ガイドの方々であったりとかドライバーの方々はほぼ皆さんそのデスプに、入隊されまして、国境警備であったりとか、市内 の、 モニタリングだったりとかそういうことに従事している方々がほとんどです。で、あと、ディスプに入らなかった方々は自分の村に帰って農家をされている方もかなりいるようです。ただブータンの方のですね、暮らしぶり、そういう観光業の収入がですね、非常に減ってきているということで、生活面的には経済的にはどうなんでしょうかね、各家庭の暮らしぶりっていうのは。家庭というか今回コロナの影響で職を失った方々に対しては国王陛下主導のキルというスキームがありまして、各家庭にある一定の、月々の義援金というか、保証金というか、そういうものが配布されるようになっております。なるほど。片山さん、学校のですね、経営というか校長もしてらっしゃると、その各家庭のね、いろんな事情が気になると思いますけども、子どもさんを会話していらっしゃる家庭のですね、そういう経済事情っていうのは何か感じられるところはありますか。かなりあります。私どもは私立なんですけれども、家庭がですね、裕福な方々がばかりとかっていうのではなくって、実は家庭は厳しいんだけれども、これからの教育に投資をされたいっていう方が親御さんとして大半ですので、観光業に携わっている方々は本当にもう壊滅的なんですね。それで
あの事業料の分割払いとかというのをやってるんですけれども、でもやはりそれでも払えないあのご家庭の方がいらっしゃって、あの去年から事業料を払ってない方もいらっしゃいます。で どうなんですかその方は。事業料払う、観光あのご夫婦で観光業に携わっている方ですので、あのやはり観光客が戻ってきてくださらないとなかなか支払いが難しいんですね。でそれでも、親御さんの考えとしてはやはりあのいい教育を続けたいっていうので、私どものところに置いておいてくださるんですけど、なかなかですね、本当は去年から今年になった時にですね、今年の秋ぐらいには大丈夫なんではないかっていうふうに思われていて、で秋にですねお祭りがあるんですけれども、だからそこの今年のお祭りまで待ってほしいっていうふうには言われてたんですね。でまあ私どもとしては、まあ、全然まあね問題はないですよっていうお話をさせていただいてたんですけれども、今のあのデルタ株が出た時点でですね、もうやはりまた世界が混沌としてしまいまして、あの観光客が動けないような状況ですので、あとこれがどのくらい続くのかなと思われます。で親御さんもやはり話をされるのはやはり来年は難しいと、来年はやっぱりあの公立の学校に行くしかないだろうっていうことを最近あの言われるようになりました。なるほど、分かりました。片山さんですね、ちょっとこれだけは言っておきたいことありましたらどうぞおっしゃってください。はい、まあ、私の個人の見解なんですけども、あのブッダがここまで、まあワクチン接種ができたことと、あとコロナウイルスが、まあ、あのそんなに拡大していないという背景にはやはり国王陛下 のなんていうかリーダーシップが影響していると思います。で国王陛下も実際何度も南ブータの方に視察旅行を行かれてますし、自分自身の身をこうリスクを冒してまでも国民第一に考えている方だと思いますので、まあ東部ブータの方にも5日間をかけてトレッキングをして、北部ブータンでインドとの国境があるんですけども、そこを視察旅行されたこととかいろんなことが、されてますので、やはり国王陛下なしにはブータン のコロナウイルス対策は語れないのかなと私は思っております。今日着てらっしゃる服装はですね、中島さんも片山さんもこれ民族衣装なんでしょうか。いつもこういう服装で、活動してらっしゃるんですか。はい、女性の方はキラと言いまして、男性はゴーと言うんですけども、私たちは職場に行くときとか公の場に行くときはだいたいこの民族衣装を着て、まあ、ブータの方々は皆さん着られますので、私たちもそれに、まあ、準じてしております。片山さんは何か一言ありますか。はい、もう中島さんがおっしゃられたことと同じなんですけれども、やはりリーダーシップですね。そのリーダーがですね自分の行動を持って導いてくださるので、ブータンの場合ですと子どもたちもじゃあ自分たちができることは何かっていうことを考えられるようになるんですね。でそのワクチンに対してはですね、日本ではいろいろご意見があるとは思うんですけれども、自分たちができる範囲で国を守り、それから自分の家族を守り、それからその自分自身を守るその、まあ、方法ですねは今の時点ではブータンではワクチンしかないと思っておりますので、子どもたちがワクチン接種をした時にも親御さんが子どもにワクチンを打たせないとか子どもが打ちたくないとか、そういう意見は私どもの学校では一件もなかったです。なるほど、はい。ブータンはですね、九州とほぼ同じ面積で、人口的に言いますとですね、福井県の人口に近い、まあ、およそ75万人がですね、暮らす小さな国のようですけども、この新型コロナウイルスへの対応はですね、もう今や世界の共通課題となっていると言ってもいいと思いますけども、同時にそれぞれの国にですね、様々な問題をですね、突きつけているように思います。ブータンのコロナ事情をですね、今中島さんと、片山さんからですね教えていただいてですね、
改めてコロナ対応のですね、あり方とかですね、それからひいては経済活動とですね、その心の、まあ、豊かさ、また教育ですね、教育のあり方なんかについてですね、考えるですね、ヒントをですね、得たような気になりました。中島さん、片山さん、今日はどうもありがとうございました。今後のご活躍を期待しております。はい。